はい、皆さん、こんばんは。酒好きな元新潟人飲酒動画です。今日はですね、ローソンストアで買ってきた、デカチューレモンです。チューハイですね。こちらサンガリアです。サンガリアですね。アルコール度数が 8% と高めなんですけど、700ml で、ペットボトルとなってます。でですね、こちら100円だと思って買ったんですが、そんなはずがなかったというね。よくよく考えればね、そんなことないって。198円で、でした。100円だと思ったんだよ。そもそも、ローソンストア100で買ったんだけど、ローソンストア100って、あれ、酒類、100円以上するよね、確かね。違ったっけ？原材料名がレモン果汁とレモンエキスと、ウォッカと炭酸と、酸味料と香料と、甘味料とビタミン C。です。ウォッカを使用しているというのが、まぁ、ちょっと、特徴かな。シチリア産レモン果汁、レモンエキス。ということで。サンサンサンガリアは大体まずいんだよな。完璧。甘味料も入ってるから。あれだ。ちょっとあれだね。デカチュー。チューハイのチュー。ああ、これでも。でも200円でしょ。あんまりコスパがいいかって言われると別に対して、だって 700ml ってことは350が2本でしょ。100円でさ、350のやつ買った方がいい気がするんだけど。ねえ。まあ、甘味料が好きな人っていうのが、まあ、結構いるんですよね。最近、ストロングゼロシリーズ、サントリーのストロングゼロがですね、インターネット界隈では人気があるということで、まあ、紹介されてたんですけど、まあ、僕大嫌いなんですけどね。まあ、ストロングゼロっていう。アルコール度数 9% ね。まあ、大して、まあ、ストロングゼロを買った方がいいんではないかって。そんなんだったらね。ストロングゼロって値段100円ぐらいで売ってるよ。多分ね。おそらく。値段がね、だいたい200円しますね。これなぜこのストロングゼロシリーズが界隈で人気になってんのかって全然わからないんですよね。全然わからんこともないか。アルコール度数と、あと、まあ 9% っていうアルコール度数と、
やっぱり甘味料を使ってることによって、なんだっけ、カロリーが少ないっていう、あれですかね。まあ、結局のところそこなんですね。多分みんな分かってないと思うんだけど、酒ってカロリー入ってるけど、結局のところ、ほとんど意味ないんですよね。カロリーっていうのは。ゼロに近いんです。というのも、酒っていうのは、熱とかで、すぐ消費するんですよね。お酒っていうのは。酔っ払って、体がほてるじゃないですか。もうそこら辺でもう発散されるらしいんで、アルコール度数がいくら高くても、確かに高いとカロリーはあるんですけど、そのカロリーっていうのはすぐ消滅するカロリーなので、何も気にすることはないっていう。ことなんですよ。でね、大体それを歌うのが糖類ゼロとか、プリン体ゼロとかっていうのを歌うんですけど、糖類ゼロはゼロなんだけど、また、その糖類を結局さ、コカ・コーラを飲まないで、コカ・コーラゼロを飲むっていう人の、あれなんだろうね。そういう人が多いから、おそらくそこら辺で買ってるんだと思う。ちなみに俺は、コカ・コーラは、普通のね、コカ・コーラを飲みます。って言っても、甘味料が大嫌いなんで、まずいんで、食えないんですよ。飲めないんですよね。だから、多分そこなんだろうね。でも最近は本当にストロング系が、どこ各社からもう出てますんで、セブンイレブンにいてもセブンイレブンの、プライベートブランドでもうストロング系が出てるんで、まあ、飲み比べるのも面白いと思いますね。まあ俺は、甘味料嫌いなんで無理ですけどね。これもまずい、まずいと思って。まずいですね。うん。これダメだ。ネタで買ったけど、あれだ。思いっきりまずいぞ、これ。思いっきりっていうか、思いっきりってこともないか。そもそも甘味料が入ってるって時点でもダメなんだよ。買うべきじゃないんだけど。何を血迷ったのか。買ったんだよ。このね、甘味料のこの独特のこの甘さ。これ、まずい。はい。2422です。ご視聴ありがとうございました。